サッカ体制は、大韓民国、インチョン広域市出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。サッカー選手の川成里氏は実定。同い年の離婚しのぎとは、小学5年生からの中で、小、中、高と同じ学校へ通った。1997年には車ハンコンサッカー賞を受賞。サッカー競合校の富、平高等学校に進学し、 三年時には、リコン・コ金ヤ・キと共に三冠を獲得。2004年、ウルサン・現代 FC に加入。しかし、ヒロシや金正ともら実力者からポジションを奪いず、一試合も出場できなかった。2006年、デグ FC へ移籍。K リーグデビューを果たす。2007年には、リコン・シノギと再び、チームメイトとなり、プレーメーカーとして開花。 2008年にはチームを過去最高順位に引き上げた。同年11月、韓国代表としてカタール代表戦で国際 A マッチ初出場。2009年には全北現代モータースでプレーリーグ優勝の一助となったものの、中盤の選手層の厚さからレギュラー確保には至らず。同年末には全北と FC ソウルの間で、川とリゲン登る、チングネント、 金正流による2対2のトレードが成立した。2010年、ソウルへ移籍。巧みなパスで攻撃陣を掌握し、同年のリーグ優勝に貢献した。2011年リーグ第30節、喜び南戦では、プロ入りライのハットトリックを達成。2012年からは首相を務めた。2013年の東アジアカップでも背番号10を背負い、韓国代表の首相を務めた。 K リーグ最高の MF としての評価に加え、同年末には AFC チャンピオンズリーグ準優勝の功績もあって、定置及びジャバドネクナムと共にアジア年間最優秀選手賞最終候補に選出された。2014年中国サッカースーパーリーグ北京国安属級クラブへ移籍。同年開催の FIFA ワールドカップでは足首の負傷により力を発揮できなかった。 北京とは2016年末までの契約を結んでいたが、成績向上を図るべく、外国籍選手を入れ替える方針が取られたため、2015年限りでの放出対象となった。2016年、幼少期より憧れていたという J リーグ FC 東京へ完全一席。史上初めて日本、中国、韓国、それぞれの首都のクラブでプレーした選手となった。 ボランチの一角として攻撃のリズムを作ることを期待されたが開幕直前の負傷によって適応の気を逃しファーストステージ終了時でリーグ戦3試合の出場に止まった。同年6月名古屋グランパスへ期限付き移籍。一石後早々にハムストリングス自座症による離脱を経験したものの広い視野と正確なパスで能力の高さを示した。 名古屋からは残留を求められたが12月に移籍期間満了による対談が発表された。当初 FC 東京は川を復帰させる方針だったが、フルス FC ソウルから熱心なオファーが寄せられたため、川とソウル所属の後萩洋次郎の事実上のトレードを成立させた。2017年より FC ソウルへ復帰。川は同クラブで引退することを希望し3年契約を。 結んだ。2013年9月6日、国際親善試合、韓国 VS 配置。ありがとうございます。